はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今日はですね、これどこで買ったんだっけ？楽天か。楽天市場で、こんなでかいね。こんなでかいね。箱が届きました。で、早速開けていきたいと思います。よいしょ。久々ですね。まあ楽天、これ楽天カード持ってるんですけど、それで、結構、あと楽天の、なんだっけ。俺楽天スマホ持ってるんで、それでポイント貯まるんですよ。なんでね。はい。お、すごい。結構厳重だな。こちらでーす。これ一升瓶なんだけど、なんか、やけにでかい箱だったな。無駄になんか、無駄にでかい箱だな。はい、こちらはですね、じゃじゃん。こちら、天馬飲料製造有限会社。という、天馬の梅っていう有名なね、下町で愛される謎の黄色い液体なんですけど、それの会社が作っているこのブドウ、ブドウってやつですね。清涼飲料水、過去希釈用の無果汁の、まあ、いわゆる、ブドウ割りっていうね、割り方があるんですけど、居酒屋とかで、ね、それの原材料的なやつですね。原材料が砂糖と酸味料と香料と着色料と、保存料。容量は 1.8 リッターです。で、これ値段が確か、いくらだったっけ？楽天と、何くらいだったっけ？954円ですね。954円です。天馬飲料のブドウ液ってやつですね。送料含んで、まあ、大体1400円ぐらいでしょうか。うん。まあ、こちらとですね、まあ、これを紹介したい。プラス。じゃん。あぶね。もう一つ。ね、これとセットで購入したのがあるんですね。これが。こちらです。まあ、こちらもね。はい。上げていきましょう。実はこっちの方が実はね、割とメインだったりするかもしれない。それでは、パカッ。札束が入ってる。パカッ。なんと、これとこれだよ。これ2個。こちら。ででーん。これね、前から欲しかったんですけど。じゃっじゃじゃーん。すげえ。グラスですね。これは本当に使われてるやつです。居酒屋で、梅割りに使われてるやつなんです。これね。なんだ、下町の居酒屋で梅割りを頼むとこれが出てくるんだって。このグラス。容量がね、確かね、100何十ミリリットルだっけ。100、
115ml のね。でもちょっとでかいかもしれないですね。普通のやつよか。もっとこれよかちっちゃかった記憶があるんだけど。まあいいです。もう一つこちら。こちらはそのセット。対になるやつですね。じゃじゃじゃーん。これ灰皿ではありません。これは受け皿ですね。こうなって、こうなるやつ。ね。これですよ。これ欲しかったのよ。よーし。これで、居酒屋気分で飲めるぜ、家飲み。ちょっと洗います。居酒屋気分で、飲みできる。で、これね。よし。これでですね。よしと。あとは、よいしょ。金宮。ね、これで500円ぐらいでした。いいですね。ちょっとなんかやっぱでかい気もするけどな。本来実際 100cc ぐらいだった気するけど。これ厚底だからかな。この厚底グラス。このグラスの底がないと、多分そんなもんなんだ。ちょっと底がある分、なんかでかく感じるけど。それではね、飲んでいきたいと思います。飲んでいきたいと思います。あれ？あれがない。あった。これね、王冠なんですよ、これ、ほら。王冠なのでね、蓋ができないんですよ。一回開けてしまうと、蓋ができないという。謎仕様。ちょっとやっぱ 1.8 リットルだとでかいっすね。ちょっとこれだけいただきましょうか。ワイン的な色だ。まあでもブドウの果汁は入ってないみたいだから。いただきます。乾杯。まあこれ酒じゃないです。ただの、ジュースですね。あ。あ、ぶどうジュースだ、これ。ぶどうジュースに実に味が似てるね。100% ぶどうジュースに非常に味が似てる。うん。似てるんだけど。ちょっと違うっていうか。まあでも、ほとんどぶどうジュースの味ですね。で、これを、入れまーす。そしてこうやってこぼすんですよ。こうやって。これわざとこぼすんですよ。これわざとこぼすのが流儀なんです。これ。ぶどう割り。こんぐらいこぼして。よくあるさ、あれですよ。日本酒の、マスにさ、日本酒さ、をさ、こう入れるときにさ、こうこぼす。あれみたいな感じですね。居酒屋とかで、ちょっとね、はしたないんです。で、こうやって、ではいただきます。こうやって飲むと。ああ。これ。これ持つとかでいただくんです。うわぁ、これうまいな。これ、迎え撃ちスタイルっていうらしいですね。
ああ。てか、王冠のこの締めるやつが欲しい。なんか蓋開いてねえかな。王冠の蓋が欲しい。なんだかんだないんだよ。ああ。で、これをこうやって、こうやってやる。昔内田で、内田っていう有名なお店が、あるんですけど、そこに行った時に、梅割りを頼んで、で、もつ焼きね、もつ鍋みたいなやつ。頼みましたけど、個人的に結構甘いのが好きなんで、梅割りはそんなに甘くないんですよね。でもこれは、このぶどう液はこれ本当にこれ 100% ぶどうジュースみたいな味っすね。うん。むしろ何が違うかよくわかんない。結局、砂糖とか、酸味料とかでごまかしてるだけで。まあ、実際は、ね、ぶどうは使われてないっていう。うん。これもともと結局、昔の時代に、ね。昔の時代の、結局、金がない時代で、ブドウっていうのが高価だったから、多分、ブドウに似せた味のやつを作ろうと思ったんだね。うん。でね、ブドウ割り。ブドウ割りでググりますと、銀座にあるね、笹本っていう、居酒屋があるんですけど、こちらでね、飲めるんですよ、この、ぶどう割り。うん。ぶどう割りとね、あと、梅割りと、すぐり割りっていうのが、でもこのぶどう割りっていうのは、ここでは、この笹本っていうところでは、焼酎を9に対してワインを1入れてるみたいですね。うん。ワインだとね、赤ワインだとあんまり甘くないんだよね。だから、俺としては、赤玉スイートワインが多分一番合うかなって、これは個人的には思いますね。うん。赤玉スイートワインで、今度は赤玉スイートワインでちょっと、ぶどう割りいただこうかなと。買ってこようかなと思ってるんですけど。まあ、ね、そんな感じです。いや、でもやっぱ来るね。さすがに来るね。うん。うん。やっぱね、グラスがね、ちゃいますね。このグラスじゃないですね。見た感じ、この、笹本っていうお店では、これのね、半分ぐらいかな。
もう 50cc ぐらいの。うん。50cc から 60cc ぐらいのやつだな。使ってますね。うん。それぐらいのね、このちっちゃいやつ。ちっちゃいグラス使ってますね。全然違いますね、このグラスは。このグラスではない。うん。確かに結構量多いです、これ。普通に。うん。ああ。こんなね、これ一杯飲んでたらね、結構きついよ。あ、これ普通に一杯。115cc だからね。普通にかなり来る。これ一杯飲んで、で、ちなみにここの笹本っていうところでは、あの、他のところもそうなんだけど、あの、この梅割りとかを出すお店で、総じてそうなんだけど、あの、3杯までって決まってるんだよね。3つのお酒は、金宮焼酎を使った銀座笹本名物のお酒です。かなり強いお酒ですので、合わせて3杯までとさせていただきます。3杯飲まれますと、アルコール類はお出しできませんので、ご注意くださいって書いてますね。で、ちなみに1杯777円となってます。高いですね。さすが銀座。3杯だから、2000円超えますね。3杯頼んだら777円で、1杯777円だから、超えますね。で、それに加えて、まあ、もつ焼きの店なんだけど、もつ煮込みとかの、串焼き、も頼んでたら、これ簡単にこれ5000円とかいきますよ、これ普通に。でもちょっと一回行ってみたいね。銀座。銀座のど真ん中でもつ串を食せ。だって。ちょっと行ってみてえなぁ。金ねえけど。俺居酒屋行くと、軽く4000円とか普通に使うからな。使う人間だからな。あの、調子に乗って飲んじゃうんですよね。あ、うまいうまいって言ってね、あの、飲んでるとね、あの、どんどん頼んじゃうんですよね。ダメだな。やっぱり、うん。うちでちょっと飲んだ方がいいわ。あ、でもうまそうやなぁ。めちゃくちゃうまそうやなぁ、これ。見てるところ。あー、この、あー、串焼き。めっちゃうまそうやなちなみに、すぐりは、あ、これもいいかもね。今思った。あの、すぐり割りっていうのがあって、同じくこれなんですけど、こういうやつなんですけど、焼酎が 9.5 対、カシスが 0.5 ってなってますね。あの、カシスリキュールが 0.5 らしいんで、結構甘いやつですね。カシスリキュール。まあ、カシスオレンジとかに使われるやつなんですけど。ああ、あれか。これ、カシスリキュール入れてもうまいかもな、確かに。うん。ああ。やべえ。だいぶちょっともう、すっかり忘れてた。飲んでてすっかり忘れてた。つまみ。これはやばいですよ。あ、これ激辛、激辛マニアのあれ、ユッキーのあれにやった方がいいかな。まあでも大丈夫だ。これ、参考成果の、激辛新潟仕込み、島唐辛子味、辛さ10倍ってなってますね。薄焼きせんべい、舌が痺れる驚愕の辛さ。これちょっと。食べてみよう。あ、薄焼きせんべいだ、これ。薄焼き。ほら。
辛い。うん。でもさ、こういうやつよかさ、あれだよね。やっぱこれ焼酎にはさ、やっぱ串焼きだよ。ああ。ああ。ああ。いや、でも、ここの笹本行きたいな。前、どこだっけ？忘れたけど、このさ、撮影してたしながらさ、録画しながら飲んでたら、変なつるっぱげのスキンヘッドの人に怒られたんだよね。あれ、どこの店だったっけ？有名な。梅割りで有名な店なんだけど、あれ動画上げたけどさ、ずっと前上げましたけど、あれちょっと怖いんでね。うん、でもこういうところっていうのは、内観がどうなってるかだよね。だって一人だとさ、絶対、やっぱカウンター席とかになる。ちょっと今度行ってみたいですね。ここね。なんだっけ。男酒場放浪記。ユッキーの男酒場放浪記で。シリーズでちょっと一回行きたいですね。うん。まあ俺銀座ちなみに行ったことないんだけど、銀座って。うん。銀座は、多分今の、銀座って高いイメージあるでしょ。だから銀座って俺行ったことないな。どこなんだろう、これ。銀座どこにあるかようわからん。どこにあるの？ああ、東京駅のすぐ南か。行かないわ。歌舞伎。ああ、新橋のあたり。あ、絶対行かないわ。あ、築地市場ってここにあるんだ。へぇ。築地市場ってなんかいろいろうまいものが買えるって聞くけど。一回行ってみたいですね、築地市場ってね。どんなものが買えるかってね。築地市場、ね、行きたいっすよね。クリスマス前に。無理か。せっかくクリスマス、ホワイトクリスマスになる可能性があるらしいですからね、東京。ああ、でも、こんなとこにあるんだね。築地市場でなんか買うっていうのもあるな。なんかうまい海産物をさ。っていうか、そもそも築地市場って一回も行ったことないからさ、どんなところか一回、一回ぐらい、人生に一回ぐらい行きたいよね。うん。有名だしね。うん。あ、隅田川のあれなんだね。あ、勝どき橋ってここにあるんだ。こち亀で有名な勝どき橋。あ、こんなとこにあるんだ。はぁ。銀座は、あんまりいいイメージないですけどね。うん。っていうのも、勝手なあれだけども、なんか、なんだっけ、ゲームの、竜が如くのイメージしかないよね。銀座ってね。竜が如くのイメージしかない。銀座。歌舞伎町とか。銀座と歌舞伎町って違うの？同じじゃないの？違う。わかんない。
全然わかんない。歌舞伎町ってどこにあるんだろう。銀座にあるのかな。歌舞伎町ってどこにある。あ、全然違うね。あ、歌舞伎町と銀座って全然違うんだ。知らなかった。銀座歌舞伎町だと思ってた。あの、住所が銀座歌舞伎町だと思ってた。あ、違うんだ。全く別じゃん。あ、へぇー。じゃあ、あれなんだ。歌舞伎町の方がいい、悪いイメージあるけどな。あの、新宿のあたりですね。全然西っすね。全然西だね。新宿は、新宿はものすごい治安悪いってイメージはあるけど。まあ、あ、じゃあ銀座ってそんなにあれなんだね。悪いあれじゃないんだ。ああ、治安は別に悪くはないのか。銀座って。ずーっと銀座ってさ、イコール、あの、歌舞伎町だと思ってて。いや、なんでか知らないんだけど、なんか、雰囲気が似てるから、全部そこが、そこにあるんだと思ってたら、全然違うんか。はい。だから、龍が如くっていうゲームがあるんだけど、それのイメージが強いから。銀座ってどっちかっていうとあれか。金持ち、ピーポーか。金持ちパリピーか。ああ。金持ちのパリピが多いところか。はあ。分かってしまった。とにかくあれか。パリピか。ああ、なるほどね。だってさ、一杯777円だぜ。まあ仕方ないけどさ、千代田区だもんだって。一番、多分あれ、ヒカキンとかが住んでるとこだよ、銀座って。おそらく銀座に多分ヒカキンが住んでるんだと思うな。ああ。千代田区のどっかに住んでるんだよ。多分銀座の高級マンションに住んでる。ヒカキンが。うん。そっかそっか。でも高いっすね。800円か。金がねえんだよな。どうでもいいけど金がねえんだよな。来るねえ。来るねえ。ちょっと、もうちょっとこのさ、半分ぐらい、60cc ぐらいのやつ楽天で探そうかしら。グラス。そういうのないのかね、楽天で。ちょっと俺が思ってたのと違ったね。うん。焼酎のグラス、もうちょっとなんか探すか。もうちょっとちっちゃいやつ。もうちょっとちっちゃいやつで、こう、角張ってるやつ。これ。こう、十角形ぐらいのやつ。こういうやついいよな。やっぱこういうグラスとかに、やっぱりあれだよね。こだわりたい派。こういうのにもこだわりたい派なんですよ、僕は。
ポーカー。ポーカー、こだわりたいんですよ。あ、内田ですね。内田っていう、あのお店。うん。あのね、ああいうとこ俺好きじゃないんだよな。嫌いなんだよ。ああいうところ。でも値段は安いですね。梅割200円だって。あれ、あの、コミュ障にはきついっすよね。ああいう内田とかいう店はね。本当に。あ、でも確かに安いですね。うん。あの、コミュ障にはきついんですよ、結構。何しますとか言って。メニューも何もないのに、いきなり何しますとか言われる。みたいな。みたいな。みたいな。すごいきついよね。でも安いですよ、内田は。全然200円とか。煮込み200円。もつ焼き200円。ほぼ全部200円。焼酎梅割りも200円。ぶどう割りも200円。で、お酒清酒が、300円で、ビールが400円。すげえな。確かに安いな。ただやっぱりさ、こう座って、ふぅ、どれにしよっかなーとか言ってさ、こうメニューをさ、こうやってさ、こうやってさ、って言ってさ、っていうのがいいよね。もうほぼなんもないもんね。うん。ほとんど。だからメニュー表もねえし、だから何があんのかようわからへんし、みたい。で、おっちゃんはすっげえ、あの、なんか、ハゲてるし、で、ぎゅうぎゅう詰めだし、ぎゅうぎゅうに詰められてるし、人がね。人がぎゅうぎゅうだし、まあ、簡単に言うと、居酒屋の、ラーメン二郎みたいな感じ。本当に、そこのルールがある。そこのルールがあって、もうほとんど、そこの、ルールを知らない人間が行ったら、結構こう、みたいな。
ああ、でも200円とか安いな。さっきのあれの、なんだっけ。銀座のお店とは、大きな違いだよね。うちだね。京成立石。うん。っていうところで。これが場所はどこだ？葛飾区か。うん。葛飾区の、なるほどね、ここか。なるほど、なるほど。まあ、美味しいんですけどね、普通に。まあ、ちょっと長くなりました。ぶどう割り。美味しいです。うん。非常に美味しい。うん。ただ、これは、多分、これ買う必要ないんじゃない？ほとんどぶどうの味するから多分、ぶどうジュース 100% で代用できると思う。うん。多分わざわざ、ほとんど味変わらねえんじゃねえかな。俺の味覚ではほとんどぶどうジュース 100% と変わらないか、もしくは劣化してる。ので、劣化してるので、買う価値はねえと思うけどな、これは。まあでも、まあ、普通ぐらいでいいんじゃないの。買いたい人買えば。3443です。ごちそうさまでした。